皆さんこんにちは、ガジログです。 Amazon の新生活セールがいよいよ始まりました。3月5日火曜日23時59分までということで行われます。今回はこのセールでお安くなっていたスマートウォッチを厳選してご紹介したいと思います。それでご紹介します商品は概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひそちらからご覧ください。ちなみにこの動画の前に1万円以上のおすすめのスマートウォッチということでご紹介していますので、もう少しね予算あるよってことであればね、そちらも合わせてご覧いただければと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。ということで、まず最初にご紹介しますのは Xiaomi のスマートウォッチ、 Redmi Watch 3というスマートウォッチをご紹介いたします。加工価格 11,111円のところ、タイムセールで 10% オフ 9,970 円となっています。これはだいたい1年ほど前から出ているモデルになるんですが、大人気なスマートウォッチとなっています。スペックとしましては、まずディスプレイがですね、 1.75 インチの大きめのね、有機 EL パネル AMOLED ディスプレイとなっています。最大輝度も600ニットと十分な、ね、明るさを誇っています。そして120種類以上のワークアウトや血中酸素、心拍数、睡眠モニタリングなどのヘルスケア関連も万全となっています。ただね、血中酸素レベルの測定に関しましては、いつでもって書いてある通りマニュアル測定となっています。ぜひね、この機会にいかがでしょうか。次にご紹介しますのも Xiaomi のスマートウォッチ、 Xiaomi スマートバンド8 Pro というねモデルとなっています。実はセール対象になっていないんですが、先日発売されたばかりにもかかわらず、なんとね、いきなりねめちゃめちゃ安いモデルですので加えさせていただいています。お値段が8480円となっています。スペックとしましては、まず 1.74 インチの大きめのね、有機 EL ディスプレイ AMOLED ディスプレイとなっていて、リフレッシュレートって出ていますが、これかなりぬるぬる動作のディスプレイとなっています。そしてこういったね、鏡面仕上げのボディとなっていて高級感もあります。スポーツモードは150種類以上あり、5つの衛星測位にも対応しています。またバッテリーは14日ほど持ちますので、十分なねスペックとなっています。もちろん AOD もついていますのでね、6日間ほどということになります。加えまして防水仕様となっていて 50m 防水にも対応しています。ということで、それ以外にもいろんな機能はありますので、概要欄にレビュー動画へのリンクも貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。そして次にご紹介しますのは Amazon 限定にはなりますが、ファーウェイバンド8のナイロンブラックのモデルをご紹介いたします。参考価格8800円のところ、タイムセールで 26% オフ6500円となっています。これは結構安くなりましたね。こちらモデルね、ナイロンブラックと言いまして、このバンドのことを指すんですけども、これとファーウェイバンド8のセットのモデルが Amazon 限定となっています。これは、ね、やっぱりね、装着性抜群のモデルとなりまして、これからね、だんだん暖かくなってきますけども、通気性が良くて熱がこもりにくいっていう特徴と、装着がねすごい簡単っていうのがありますね。つけていることを忘れてしまうぐらいの装着感となっています。ディスプレイは 1.47 インチの AMOLED ディスプレイ、重さはね、先ほどもお伝えしましたが軽量ですね。このベルトを除けば 14g とありますが、ベルト自体がなんとね、ナイロン素材ということもあって 5g しかありませんので、 20g 切りとなっています。そしてヘルスケア関連は24時間の測定に対応しています。そして豊富なね、文字盤もありますけどもね、有料のものもあり無料のものもたくさんあります。ということでね、先ほどのモデルまでは GPS は内蔵されていましたが、このモデルは GPS は入っていませんけども、いつもはね、ウォーキングで歩くコースが決まってるよとかということであれば、このモデルでも本当十分じゃないかなと思います。レビューもねたくさん出していますので、ぜひご覧ください。次の製品は Amazfit Band 7というスマートウォッチ、もしくはねスマートバンドになります。参考価格7980円のところ、タイムセールで 19% オフ6460円となっています。このモデルは発売開始されてからもう1年以上経つんですけども、高性能ですので、まだまだ現役でいけるんじゃないかなと思います。ディスプレイは先ほどのファーウェイバンド8と同じように、画面サイズが 1.47 インチの AMOLED ディスプレイ、そして AOD も使うことができますし、そしてバンドを含む重さは 28g ということですね。ファーウェイバンド8よりは若干重いという感じになります。そしてヘルスケア関連もねバッチリ入っていて、3つの指標をワンタップで分析する機能もついていたりします。そしてスポーツモードも120種類以上、 Android ユーザーであれば Google Fit との連携も可能となっています。ということで、お安くなったこのタイミングでいかがでしょうか。そして次は Xiaomi のスマートバンド8というスマートウォッチ
ッチスマートバンドとなっています。参考価格5990円のところタイムセールで 18% オフ4900円となっています。いやこれもねだいぶ安くなりましたね。質感がかなり良くて高級感があります。ディスプレイのサイズはちょっとね変則的になりまして、ちょっと細い感じはありますが縦長となっています。サイズは 1.62 インチでやはりヌルヌルディスプレイですね。 60Hz のリフレッシュレート、加えまして600ニットの明るさまで上げてくれます。そしてなんとですねスマートバンドでありながら、ここにちょっとちっちゃいんですけどね、自動明るさ調整機能を搭載しているとありますね。暗いところから明るいところ、また逆でも自動的にこの画面の明るさを変えてくれます。この価格でそれが実現しているっていうのはやはりシャオミのねコスパ力っていうのは高いなと思います。加えまして150種類以上のワークアウトモード、またバッテリー持ちは通常使用で16日とありますけどね、だいたい10日から2週間ぐらいの間が目安となっています。ということでね、スマートバンドで求められている機能はほぼほぼ入っていて、プラスアルファ自動調光に対応しているということで、なかなかこちらもおすすめです。そして次はファーウェイバンド7というねモデルをご紹介いたします。こちらはタイムセールとか出ていませんが、お安いのでご紹介します。参考価格8580円のところ 50% オフで4291円となっています。このモデルね、まず特徴的なのはスマートバンドでありながらサイドボタンが搭載しているということで操作性が抜群になっています。加えましてこのディスプレイ上のタッチパネルでね操作することも可能です。そしてバッテリー持ちは2週間とありますが、だいたい10日ぐらいが目安です。そしてディスプレイのサイズは 1.47 インチのアモレットディスプレイで、重さはね 16g とありますけども、このバンドの装着性っていうのが過去一じゃないかなっていうぐらい付け心地が良かった記憶があります。そしてヘルスケア関連も24時間の測定に対応しています。またスポーツモードはね96種類以上とありますけど、ほとんどの方がされているスポーツに対応しているんじゃないかなと思います。ということでね、ファーウェイバンド8が出た今一つ前のモデルにはなりますけど、結構安くなっていて、ナイロンバンドじゃなくてもいいよってことであれば、これもかなりありじゃないかなと思います。加えましてボディがねちょっと丸みもありますので、装着性っていうのはかなりいいと思います。そして次のモデルはシャオミ製品、レッドミーウォッチ3アクティブというスマートウォッチをご紹介いたします。参考価格5490円といい、最初から安いんですけど、さらにねタイムセールで 27% オフ3990円と激安価格ですね。こちらモデルね、このディスプレイの横にもやはりサイドボタンがついていまして、スマートバンドというよりはスマートウォッチの部類にちょっとデザイン的にも近いのかなという気はします。このモデル特徴としましては、この 1.83 インチのディスプレイとここに出ているんですが、実はこれアモレットディスプレイ、有機入れパネルではなく液晶ディスプレイとなっています。このあたりねちょっとコスト削減しているんですが、屋内で使用される方にとっては申し分ないと思います。そしてバッテリー持ちは12日間ほど、ヘルスケア関連も24時間の測定に対応しています。そしてウォッチフェイスは200種類以上、ワークアウトの種類は100種類以上に対応、またなんと Bluetooth通話にも対応しているということで、スマホにかかってきた電話がウォッチ上で通話することもできます。でということでね、他にも機能ありますけどレビューしていますので、もしこれねいいなと思ったら概要欄のリンクから動画をご覧いただければと思います。そしてさらにお安いモデルをご紹介いたします。シャオミスマートバンド8アクティブというモデルをご紹介いたします。こちらもお安いんですが、3480円のところタイムセールとは出ていませんがね、値下げされました。 14% オフ2980円となっています。この価格でねスマートバンドを実現しているっていうのはちょっと脅威でしかありません。こちらのモデルの特徴としましては、このディスプレイね 1.47 インチの液晶ディスプレイとなっていて、アモレットではありませんが、主に屋内で使うのであれば十分なクオリティです。もちろん手動でですけども明るさ調整も対応しています。そしてウォッチフェイスもね無料でダウンロードすることも可能。そして50種類以上のスポーツモードにも対応、加えましてヘルスケア関連になりますが24時間の血中酸素レベルの測定にも対応し、心拍数や睡眠測定もすることができます。ということでスマートウォッチやスマートバンド、何から始めていいかわからないという方も多いかと思いますが、このモデルからねまずスタートしてみるのもいいんじゃないかなと思います。そして慣れてきたらステップアップして、これまでご紹介しているモデルに移行するとかね、またシャオミ製品の上位モデルに移行するとかもあるんじゃないかなと思います。この春このモデルからスタートしてみるのもいかがでしょうか。そして最後にご紹介させていただきたいのが、ちょっとね一
1万円を若干オーバーしてしまっているんですが、これもつい先日発売開始されたモデルになりますが、こんなに安いのに性能が高いということでご紹介させていただきます。 Xiaomi の Redmi Watch 4というスマートウォッチとなっています。お値段がね、18,990円と1万円より若干出てしまっていますが、実はこの価格も性能の割にめちゃくちゃ安いです。と言いますのは、ディスプレイね、まず 1.97 インチの有機 EL ディスプレイ、 AMOLED ディスプレイにリフレッシュレートが 60Hz に対応、明るさは 600nit と十分な起動を誇っています。そしてバッテリー持ちがなんとね、通常使用で20日間になっていますので、だいたいですね、私の実測では10日ぐらいから2週間ぐらいになりましたけども、それでも十分なバッテリー持ちになっています。そしてウォッチフェイスは200種類以上で無料でダウンロードできますし、 Bluetooth 通話にも対応、そして150種類以上のスポーツモードや、なんと GPS も搭載されています。これを買っとけばね、まあ間違いないのかなという感じですね。強いて言えばね、もうご存知だと思いますが、 Suica などの決済機能はついていません。 Apple Watch とか Pixel とか Garmin や Fitbit などで Suica 対応というモデルがありますが、そういった機能いらないよってことであれば、もうこれでね、ほんと十分じゃないかなと思います。カラーリングはですね、このブラックと、そしてこのホワイト、シルバー系がありますけども、どちらもね、結構かっこいいですね。気になった方はぜひ概要欄のリンクからレビュー動画をご覧いただいて参考にしていただければと思います。はい、というわけで今回ね、おすすめのスマートウォッチ8000プラスおまけ1という感じでね、全部で9種類ご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。新生活セールね、3月5日火曜日23時59分まで行われていますので、在庫状況やまた価格など変動があるかもしれませんので、お早めにという感じになっています。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。